はい、えっ、ー、と古江さんのねグリップあまりングリップのこれ説明している動画なんですけれども分かりますかね左のこういうふうに人差し指の上にね右の薬指が乗っかるんですねわ、えー、かりますでしょうかね今これこうどこで外すかな こ,れこ,れこういう風に薬指開けて小指はあのちゃんと入ってんですよ小指はあのラバーの下に詰め折ってねで薬指を持ち上げてそこに入れんですねあの指の間じゃなくてねはいでこれがあのまあどうやってやるんだろうなってみんなわからないで。 でこれフレーサン式にこうやって持つとあのしっくりきますねでクラブの長さがこう短く持てるんで,でしっくりくるんでもしかしたらねこれあの短あのスイングがあの無理さがなくなってね両手の長さ同じに近くなるからこっちの方が打ちやすいって考える場合もありますよねでそれもあのいいと思います。 私はねあの、こっちの方がいいかなとこれがあの古江さんのお持ち方なんですよあまりングリップのねだから右手の薬指と小指の間に指を入れるんではなくしてあの薬指を持ち上げてというか、ね、左の人差し指の上に薬指を乗せる形になるわけですね でこれををやってアマリングリップに右手を持つこれでこれでねドライバーからそうね全部あのウェッジまで全部これでいけるんじゃないかなと思いますね私ねあの持ったらしっくりきますよだからなかなか古江さんさすがねあのアマリングリップをね、えー、さらに指と指近くしてね 私はてこの原理であのパチンってこうパンチで打ちたいから長く持った方がいいんですけれどもでもこの方がねあのブレないかもしんないあのスイングがね特にロングアイアンなんか持った時にずれないのかも分かんないですよだからあのこれね 指の持ち方っていうのはねあの非常にねこれあの面白いでしょ。だから小指はこういうふうあのこういうふうにね開かせて持つんですよこうこれですねこれあでちょっとあ小指はラバーの下に。 あの左の小指の爪の上にラバーが来るように持ってるんですね、はい、でここであの指を間に入れるんじゃなくてあのもう下に入れちゃうんですねあの薬指のねだから右手は露出してるのは2本の指だけになりますねあのそういうふうにラバーを持ってるのは2本の指だけになりますねこれがあの古江さんのアンマリングリップです、はい、以上説明分 <laughs> かりましたでしょうかね これこうやって古江さんが持ってるの見てねああアマりングリップこう,こうやって持つの,あの、うん、いいねあの他の選手もいるかもしれないねこれやってるのねみんなあのどこに人差し指の人差し突っ込んでいいか <laughs> 悩むからねこれ <laughs> あの、うん、古江さんのアマりングリップの説明でした、はい、えいいと思いますよ以上です